私は、東京大学の大気海洋研にいます吉村と申します。この、セッションをずっと木内さんと茂木さんと3人で、やらせてもらっています。で、後半は、5件発表があって、最後にポスターセッションの、簡単な紹介というもので、終わる予定です。ですので、まあ、2、30分、まあ、20分程度は、早く終わる予定になります。で、1件目は、君さんです。よろしくお願いします。東京大学の君さんと申します。今日はディアスによる地球観測事業データプロダクトのメタデータ収集ということで、お話しさせていただきます。で、まあ、全体としてまずディアス、先ほども田中さんからちょっと伺ったんですが、それとディアスプログラムの紹介をさせていただいて、それから地球観測事業データプロダクトのメタデータ収集をしています。それからその、収集したメタデータの利用についてご紹介したいと思います。で、リアスなんですけれども、地球観測データ統一法、システムということで、もう2012年の、事業として今はやっておりますが、その前から、2005年から第1期というのが始まりました。で、ここにありますように、今のところはその劣化っていう、まあ、その応用プログラムとアプリケーションについての開発とシステム系の開発と2つのものを一緒にして、プロジェクトとしてやっています。で、ホームページはこういうホームページがありますので、まあ、ディアスと検索していただくと多分このページが出ます。で、それから、こちらの方がその、もう一つの、グリーンというその協賛のプロジェクトがあるページです。で、ディアスのいろいろなデータについてはこのページを見ていただくと、出ております。ディアスのページから、多分この辺のデータ公開というところが出ます。で、次にメタデータの収集なんですけれども、私はメタデータ関係を担当しておりまして、ディアスの中でどういうメタデータを収集して、まあ、それがそのデータにアクセスのために、手がかりと何をしていこうということをやっています。で、今回ご紹介するのは文部科学省の、地球科、科学推進戦略という中で、まあ、いろんなプロジェクトの方々が、まあ、その研究されているんですけど、その研究成果として出てきた、プロダクトのメタデータを集めるという、そういう事業をやっております。で、これは平成24年度の事業として、去年の5月の末にその、まあ、文科省のプロジェクトの、事業の中のプロジェクトに参加している方々にお集まりいただいて、省庁説明会をして、まあ、その省庁の説明会に集まった方々に、まあ、どんなその研究の成果としてプロダクトを持ってらっしゃるかということを調査して、で、そのプロダクトについてのメタデータを、どんなものがあるかということを調査して、まあ、できているものはいただくし、これから作るものはまだ作ってないもので、自分たちで作るツールを持ってない方たちはリアスで作っていただく。で、そういうことで、まあ、メタデータができたものから順次公開をして、で、まあ、そのデータプロダクトがあるものがダウンロードできるところまでの道筋をつけようという、そういうプロジェクトでやっています。で、メタデータの収集というのは対象としては、この、文部科学省の実施計画にある155の事業を対象としています。で、まず現状の科学ということで、まあ、事前調査を行いました。で、各事業のデータとメタデータについてのアンケートを調査して、で、155の事業について調査をしました。で、回答のあった事業がそのうちの95で、ま、無回答の事業というものはもありました。それは、研究はしているんだけれども、その皆さんにそのデータプロダクトを公開できるような事業ではないということとか、それから早期開発なので観測しているデータがないというところは回答がありませんでした。で、事業としては95、回答があったんですが、その一つの事業に複数の、方たちが回答をくださったことがあるので、アンケートの回答数としては130ありました。で、まあ、これがそのアンケートの用紙です、ね、という形で、お願いしました。で、アンケートのレポートというのはこのサイトで、公開しております。それで、まあ、内容をちょっと今日はご紹介したいんですが、その130のアンケートの回答の中でどんなデータを集めているかということを、私たちの場合はそのいろんな分野の方にデータ
ータを使っていただきたいので、まあ、どういう分野に割りあの大体該当するかということをお答えいただきました。でそうすると、まあ、気候とか災害、気象、生態系、水、農業、まあ、それから、まあ、こういう感じの大体その量ですね、こういう分野にまたがっているものがあるということをお答えいただきました。でそれから、ISO のトピックっていうので、まあ、同じような分類なんですけどちょっと、まあ、細かさが違うので、まあ、それで見ていっても気象、環境、地球科学の情報、太陽、農業、生物、まあ、こんなものが多いというのが分かりました。でこれは今度は、まあ、サイエンス系はこれまた同じようなものですけど大気、海洋、地表、生物圏、農業、まあ、こういうものがで、じゃあ観測しているプラットフォームはどうかっていうと地上観測、海洋、それから、地球観測衛星、それはまあ観測ですし、それ以外にはモデル、地図とか航空機観測、ロケット、気球とか、まあ、こういう、もので観測したものに分類されるということが分かりました。で、まあ、これがそのプロダクトの分類だったんですが、次に、データの公開の状況っていうのを、調べました。そうすると、まあ、その各事業についてこれから事業を始めた場合にはまだ研究が始まってすぐでデータプロダクトになってないということもありまして、まあ、その公開されているものだけじゃなくて未公開のものもある。ただその全て公開する、それから一部公開しているっていう状況のものの方が多くありました。で、まあ、その、公開されているデータを今度は分類してみますと、観測された生データの場合もあれば、それから加工されたデータの場合もある。それから、未公開の場合にはこれからデータを公開する予定があるかというと、まあまあ、その未定だということもありますが、公開する予定があるという方が多いということで、その事業でできたデータプロダクトはなるべく公開していこうという方向であるということが分かりました。ただ未公開というのは、まあ、データ作成中だったり、それから論文を発表しない前にデータを公開するわけにいかないんです。それから国際共同プロジェクトでその単独でするのは難しいからポリシーの策定を持たなきゃいけない、商用データを含んでいるために公開が難しい、品質管理が終わってないからとか、本当にあの一番あるのはデジタル化されてないっていうのもあります。で、メタデータの書式っていう、今度はメタデータの公開についても聞いてみました。でメタデータは、公開しているっていうのがほとんどです。で非公開っていうのも一番ありました。で、それからメタデータを作成しているかというのを聞きましたら、まあそのまあ、作成しているあるいは一部作成済みということで、もうあの各その研究プロジェクトごとに自分たちでメタデータを作っている状況というのが、まあ、半分以上ある。だけど無作成というところもありまして、この方たちというのは、まあ、自分のところでメタデータを作るのはもう面倒くさいし、そういうツールを持っていないという方も多いということも分かりました。でこの無作成の方たちにはリアスが入っているメタデータの作成のツールをご利用いただくという方向で、まあ、プロジェクトを進行することになりました。すでに持ってらっしゃる方のメタデータというのはどんなものがあるかというのを書式で聞いてみると、 DIF とか CSDGM とか ISO の9139もあったんですが、まあ、これらはいいんですが、独自フォーマットとかテキストファイル、あるいはその HTML のページがあるのでその中から拾ってちょうだいみたいなのがありまして、その辺はちょっとあの、まあ、その機械的にいただけるものではないという状況というのも出てきました。でそういうことで、メタデータをいただくために、まあ、その事業として、まあ、どういうふうにするかということで、作成されている方の場合には、実際にメタデータをどうやっていただくかということを、そういう、まあ、方向でスケジューリングをして、未作成の方についてはその、この辺で、そのメタデータが作れる状態になっているか、どうかということで、その作れる状態になっているところであれば作成を依頼しますし、そうじゃなくてない場合は、まあ、どういうふうにその作業を進めるかということを相談する、まあ、こういうスケジュールで進めていきました。で、メタデータを作成収集するための進捗サイトっていうのを作りまして、この中でそのアンケートの回答へのアクセスとか、それからメタデータ作成をグループ分けしてますが、このグループのどこに属するか、今その自分の、グループの中で自分の作業はどこまで進んでいるかという進捗が分かるようにしました。でこれがその中のちょっと抜粋なんですけれども、メタデータ管理システムで作成する人たちは、まあ、そのメタデータを、作るためにステップ 1,2,3,4 という形を取っていまして、
して、その、今自分たちがメタデータ作成グループにいるってことを確認してもらって、じゃあどんなデータセットについてメタデータを作るか、でそれが作成を開始して完了したってことが分かるような進捗、その次っていうのは、これはあの、逆に、他の他の機関のメタデータを収集ということで、すでに、できているメタデータの収集ということで、まあ、そのどんなメタデータか、どの事業に当てはまるかということが一覧として分かるようなページを作っています。メタデータの、作成がまだできていない方たちには、このディアスのメタデータ管理システムというものを使って、メタデータを入力していただくということで、このシステムを、使っていただいています。でこれがそのシステムですけど、ログインして、まあ、データセット自分がその、メタデータをつけなきゃいけないデータセットが出てきて、でそのデータセットを選ぶと、まあ、これがそのメタデータを作成のための画面です。で必要なボックスのところにメタデータを入れていただくという形を持っています。でこちらが、その逆にメタデータをもうすでに持っていらっしゃる方からいただいたメタデータのサンプルです。 DIF のメタデータ、それからこれは JMP2.0 という国土地理院のメタデータの使用の書式のものです。それからこれがパンゲアの、メタデータの形式です。で、こういうふうにして集めてきたメタデータを、ディアスの、検索システムの方に完了したところから順次入れていきます。それが、ディアスのこのページの左側の全部のデータ公開というのがあって、そこのところのデータの検索システム、これを選んでいただくと検索されることができます。でこれは先ほども玉川さんからご紹介にあった、検索システムの画面ですけれども、まあ、ここのところで、緯度経度を地理的範囲とか、それから、キーワードを入れたりして、選ぶという方法と、それから先ほど そのどの、分野に属するデータかというのがコントロールされていますので、それを選んで、まあ、一覧にして、検索すると。以上をまとめますと、地球観測事業データプロダクトのメタデータの収集を去年の6月から始めて、まあ、どんなプロダクトが存在するかを事前調査で明らかにしました。で、メタデータをまだ作ってらっしゃらない、事業についてはリアスのメタデータ管理システムを利用してメタデータを作成していただくことになりまして、 ISO の19139形式のメタデータを作成、それから、非作成事業については事業ごとにメタデータをいただいています。それらがディアス化検索システムの方に追加されて、データプロダクトへの誘導した手段になります。データがついているものについては何か追加的な指示があるんですか。この、そのメタデータがついていて、この、推進事業の中の対象となっているものは確認だけをして、まあ、もうメタデータ作ってらっしゃいますねということで済んでます。ただその事業の中に登録されているもので別のところでメタデータを持ってらっしゃるのはいただいているという形を。現状では文科省の事業をターゲットにされてるってことですけど、それ以外の省庁で何かやってるような地球観測関連とかとの連携の可能性なりなんなりっていうのはあるんでしょうか。それは逆にこれがうまくいくかどうかにかかってるんじゃないかなと思ってます。文科省のプロジェクトの、
データがあのアクセスがこれでできるようになりましたら、他の省庁の地球観測のいろいろなプロジェクトについても同じようにあの広がると思います。ありがとうございます。じゃあ他に教えて。じゃあ、こういうメタデータ非常に重要だと思うんですけど、ただ提供する側にとってはものすごくハードルが高いというか、めんどくさいというか、そこが非常に矛盾していて、そこをむしろその技術的にもう何でもいいから書式は何でもいいから提供して、それをそのユーザー側がその検索エンジンをその検索エンジンで対応して、ユーザーが検索しに来て、それでどんな書式でもいいから対応できればすごく将来性があると思います。であの今のところはそういうことで、あの外部で作られたメタデータはこういう DIF とか JP2.0 とかこの辺を受け入れているんですけれども、これはあの検索するときに必要なその、まあ、あのフィールドっていうのはある程度共通化できますので、それをあの抜き出して検索には使っています。だからその同じメタデータの書式にあの統一しようってことは考えてなくて、逆にどんな書式でもある程度 そのボリュームがあるものでしたらいただいてきて、こちらでその他のメタデータと、同じように比較できるようにしていくという作業をしていこうと思います。あ、Google が例えば、はい、画像検索でメタデータをつけるみたいにデータにも自分でつけてくれっていうような。外部の方、はい、あそれはあのできればすごくありがたいんですけれども、それは逆に利用者がどういう利用者をするかで、これからむしろそういうあの利用者とその提供者の間のインターフェースをあのつなげるようなプロダクトができれば、多分ものすごく爆発的に広がると思います。そうですね、はい、そうしないと多分あんまり集まらないと思います。わかりました。あの参考にさせていただいて、そちらの方向に向けたいと思います。じゃあありがとうございました。次の発表は